君は今日、うん、ペコラに負けるんだよ。負けねえよ、バカ。マリンちゃん、何ですか？謝る準備、調子こいていましたってちゃんと言ってくれよ。え？いやあ！うるせえ。うるせえ。ダメだ、もうあと30分しかないからね。君時間かきっかりしてるから、これはよろしくね。あと早く土下座してねえマリンちゃん、土下座して、調子こいててすみませんって、ただの初プレイで運がよくたまたま3000点超えて、ほんと申し訳ございません。土下座はまだ LINE スタッフもなんか相談の君に、初プレイで運が良くて調子こいてすいませんでした。まあこれからあんま調子づかないことペコだね。ペコーまいちゃん、あと2分半、あと2分半。うわー、これ負けたかもな、ちょっと。うわー、悔しい。負けろ、負けたかもなこれ。あー、ペコラムメマジで、あー悔しいわ。なんかお前その態度おかしくね。あー、ペコラ羨ましい。あー、勝ちたかったマジで。あららららら、ラギくん、58分か。え、もう1分半でやり直せないよ、あんたさすがに。それやり直したいよ。あー、やばい。お前こっちなんで普通にもうちゃ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 って遊んじゃってんのに。あー、もうペコラって、まあもう負けたくバカだよ。ちゃんと見ろバーカ、嘘だろ、お前嘘だろ、ちゃんと見ろバーカ、おいチャンネル消せよアホが。チャンネル消せ。この3312、うん、そうだよ。なんかペコラちゃんが楽しそうにおしゃべりしてる間に超えちゃった。いやごめんごめん、あれペコラちゃん大丈夫、再生しなくて大丈夫。あ、あと1分しかないか、ごめん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 、あと1分だった。リベンジ待ってます。ペコちゃんのチャンネルバックできるように。ワクワク、あ、楽しみだなー。